江藤さん元気ないじゃないですか。ないよ、それは元気ないやろ。なんで？申し訳ない、再生回数が全然伸びあんな超有名芸能人さんと超人気 YouTuber さんがこのチャンネルに協力してくれてね、一泊二日よ、そこの岡本屋さんであんなに喋ってくれて、あんなにこう気合い入れたじゃんけんまでして、それで僕のチャンネルの元々の人気のなさが理由やとは思うけども。いや思うけどじゃなくて、それしかないでしょ。ヒロもはっきり言うんやな。俺じゃないと失礼になりますから。いや俺はね、このチャンネルすら揺るがす超ダブル巨頭だと思ったわけよ。そうですよ、このチャンネル生まれ返させるぐらいの、このエッグを孵化させるぐらいの、そんなトップ2と思って、僕はね、ストライプもこっちのマイナス強いんやな、こっちのマイナス強すぎて引き上がらんのよ、このチャンネルが、という申し訳なさをね、この数週間感じ取る次第でございます。いやー、なかなかやっぱり甘くないなというこの辛さを痛感している次第でございます。で、何をしに来たんですか、はい、今日は。すいません、本当にね、実はあの、3本の動画には入ってないんだけども、泊まった翌朝、勝又さんとここの実は、ね、岡本屋の売店があるんですよ。動画の中でほら、売店あそこかなとか言ってたのあるでしょ。で、勝間さんがおすすめの卵サンドとかを実は翌朝食べに来てたんだよね。で、カメラも軽く回してたけど、もう動画に入りきれなかったというのがあるので、まあその、まあ、おまけシーンもちょっと公開しながら、岡本屋で散々言ったプリン、あれ実はプリンの絵もなければ食べてるシーンもなかったんで、今回ここでこの売店でその美味しいこの地獄蒸しプリンをね食べて、ちょっとこうせめて、あの時の気持ちをこう思い出しながら、ワンシーンツーシーンまた素材もありますんで、こう、まあ、感謝の気持ちを込めながら、この岡本屋売店さんの美味しいものを紹介したいと思います。じゃあ気を取り直して買いに行きますか。注文しに行こうか、はい、日本一美味しい卵サンドも注文しに行こう、はい、実は今回も岡本屋のおかみがもうわざわざ連絡してくれて、撮影許可もテーブルも取ってくれてたから。どこまで甘えるんですか、恩知らず。そのぐらいもうね、土曜日ってね埋まってるんだって、満席で。車も回しちゃったやろうけど。じゃあこれしっかり再生回数を回して。あ、そうやな、おかみさんとね、うん、こちらにね恩返しをしないと。そうやな、ただ俺のチャンネルは回らんよ。岡本屋さんの売店さんがどんだけ人気あっても、江藤のチャンネルは回らんのよ。でもね、そう、鶏天が美味しいっていうのと、聞いてます。で、卵サンド、で地獄蒸しプリン、この3つです。行きましょう。こんにちは。ここで注文していいでしょ。完売。何？卵サンド完売。嘘やん。え？人気の卵サンド。完売？さすが。いや、持ってないね。嘘だ、まあ、人気ありますもんね。いや、でもまああの時食べたシーンはあるんですよ。そのシーンをちょっと近々見てもらうことでしょうか。あ、やった。あ、いいな。コインもらう？もらってきましょうか。お、いいな。すごいですね。じゃあ俺も頼もうかな。超うまい。カラメルとソフト。何がプリンなんですか。下にプリンが入ってる。ああ、そういうことか。うまくていいよ。何をうまくていい。いやいや、あれなんす。あ、もう色ちょっともうソフトに下にプリンがあるんだって。地獄蒸しプリン風の色やな。いただきます。すいません。やっぱプリンもうまいけど、このカラメルがうまいんだよ。ああ。うん、うまい。うん。あ。お窓口。
馬戸口。思わず出ちゃいますよ。カラメルなんですね。カラメルがうめえ。ここで食うの？勝ちました。お土産用と。そう、僕はお土産。ここで食うは、これ、え？ここ食うの？だって腹減ったんですよ。朝飯ちゃんと食ったの。また食うの？燃費、アメ車じゃん、もう。燃費で食ったら。だから、麻痺してますね、だいぶ。興奮して。いや、もう。ここで食べるの？ここの、ここのじゃんけんしたぐらいですもん。すごくない？腹減ってんだ。すごいですね。あんな朝食ったの。食べて食べて。これ何？これ。これが卵サンド。美味しいんだ。勝俣さんが美味しいと教えてくれました。俺パンで一番好きなのは卵サンドで、日本中で食ったけどここのが一番うまい。勝俣さんが言う日本一。うまい、この卵サンドは。そうです。これですね。うん、見た目はまあ、うん、でもなんかお母さんが作ったみたいでしょ。あ、なるほどね。うん、あ、ここね。もうお母さんが作る卵さん、ふわふわな感じで。いただきます。だからいかにおしゃれなパン屋さんが余計なことをしちゃってるかだよね。これでいいんだよ。うん、美味しいでしょ。これでいいじゃん、うん、ふわふわ。熱そうやな。プリンも届きまして、ええ、プリンも、これは、ま、これをもう、これを勝俣さんが4つ食べたっていうね、岡本屋さんの地獄蒸しプリン。あの、勝俣さんも4つって言う、俺も4つだからね、一晩で4つ。岩田さんも3つか4つでしょう。岩田さんも3つでしょう。みんなで 10言ってるわけよね。10以上言ってますよ ね、はい、それぐらい美味しいんだけど、まあ、順番的にはじゃあ、プリテンからいただきます。おかみいただきます。ブリテンが人気で自慢と。いただきます。あ、うまっ。あ、うまい。ごめんなさい、うるさくて。おいしい。これもマジウマ戸口。これも本当の本当のやつ。マジウマ戸口だわ。おかみが自慢。お肉柔らかい。めちゃくちゃうまいよこれ。大分人、大分人がうなる。めちゃくちゃうめえ。あのね、胸肉の味。さっぱり食べれる。お肉柔らかい。ジューシーなんやけど胸肉やからさっぱり食べれる。外カリ、中ふわジュワ。カリふわジュワ。窓口。じゃあこれは人気よ。ああもうこのプルンプルン伝わるのかな。このプルン、このプルン。これをこれた食前食中食後デザートって。あほやもん。じゃあいただきます。まあ滑らか、まあ滑らかや。おいしい。うん、軽いのね。うまいものって軽いから思わずおかわりしちゃうよ。うんうん、うん、うまい。あ、最高。日本一。ほんとこちらね、あ、もうベロッと食べちゃう馬戸口。以上で終わりでいいですか？そうだね、もう公開しないですか？このまま編集に入りますけど、どうやったって伸びないから。もうあの二人の力借りても伸びないんだから。もう俺が何かところで限界だから。ただまあ、ほんとこう食べに来てほしいと思う。食べに来てほしい。食べに来たらおかわりしちゃう味。卵サンド、鶏天、プリン、プリンソフト。ぜひ勝俣さんのおすすめなんで食べに来てください。本当に再生回数伸びないかな。
湯煙の街、湯煙の窓口。